どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、皆さん今回チャンネル登録者様がですね3万人を突破いたしました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。あのですね、まあ、雑談ということでやってきたと思うんですけれども、3万人、私ですね、ちょうど2ヶ月ぐらい前に、1ヶ月ちょいぐらいですかね、2万人突破ということで動画出させていただいたんですけれども、そこから3万人、ちょ考えられないですね。じゃあちょっと私ファーミングしながらということで、いやーちょっとね、私からするとちょっと天文学的な数字ですね。ちょっとね、3万人ですか。本当にありがとうございます。ということでですね、私今回は、2万人イベントの時はですね、何でしたっけ、プレゼント企画であったりとか、あとはその私がクランに、おー外出し、私がクランにお邪魔するというですね、私がクランにお邪魔をするというですね、まあそういうイベントみたいなのをやりましたけれども、今回何しようかなって思ってですね、何がいいですかね。ちょ、皆さんぜひともですね、コメント欄にですね、クラクラ関係でもいろいろやりたいので、まあ皆さんですね、なんか案みたいなのありました、このコメント欄にですね、ぜひともコメントください。ちょっとね、案ということで、またプレゼント企画とかもやっていこうかなと思うんですよね。はい、ということでよろしくお願いいたします。どこ攻めようかな。私今回はですね、ジャイアチャということで、私結構今やっている編成なんですよね。ジャイアチャ、マス1でジャイアチャって感じです。マス1で 50% 取るとですね、14万900ゲットできると。なんかすごいユニークな村だな、これ。まあ、いいのやめましょう。稼げるんですよ。で、シルバーリーグの方がですね、なんかいい村だな。これ行きましょうか。シルバーリーグだと、結構、何でしたっけ、エリクサーとゴールドが稼げるんですよ。しかしですね、今回のマス1のジャイアチャは、ダクエリライトニングがないんですよ。ダクエリをですね、ライトニングで取られるという、胸くそ悪いと言いますか、いうことがないので、ダクエリが非常にたまりやすいです。ここのダクエリもちょっと抜きたいですね。そう、このアチャクエがちょっとめんどくさいですね、ちょっと。で、私の稼ぎ方といたしましては、こういう風にちょくちょくまず削ります。はい。何の動画ですかね、これ。大丈夫ですか？ちょ、動画的にどうなのかっていう感じもありますけれども、あれ、ちょっとタイトルと違くね？みたいな。大丈夫です。多分大丈夫です。皆さん、心が本当に広いので。そして、ですね、これを、ポンポンと、まあ、4体ぐらい出しまして、こう、ジャイアチャなんでね、アーチャーを流し込んでいきまーす。こんな感じでやってればですね、50% 普通なんか取れちゃうんで、で、アチャクイがいるところはちょっと多めに出します。はい。そうしないと取れないです。やっぱアチャクイでターゲットがですね、どうしてもゴーレム、ゴーレムじゃないわ。ジャイアント取られてしまうので、なんか援軍出てきてる、やばいな。ちょっと、一応、時間稼ぎ。ウィザードこっち向け。ちょっとこれ、アーチャクイ出てない！これ大丈夫ですよね。また、多分大丈夫ですね。ちょっとダクエリ、こっち側にジャイアント流し込むべきでしたね、今回は。まあ、今回なんかこんな感じで、ちょっとこう、まあ、やりやすいベースをね、ちょっと攻撃してしまいましたけど、今はこんな感じで稼いでおります。ということでですね、皆さん、チャンネル登録者3万人、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、先ほども言いましたけれども、ぜひともコメント欄にですね、こんなことしてほしいとか、ありましたらぜひともコメントください。ということで、ご視聴ありがとうございました。本当にありがとうございました。